どうも宮迫です。前回ちょっとこの浦迫の方でちょっと話させてもらったんですけど、牛宮城の味をなんとか他でも提供できないかなと。で、私文字屋宮迫という、お店やってますので、月島の方と五反田の方でやってますので、そこで牛宮城のコースでしか食べれない餃子出そうぜと、はい、オーナー権限で勝手に言ったことが、はい、叶いました。スピーディー、はい、もうオーナー権限でも言いました、はい、出すぞっつって、非常に美味しい餃子なので、はい、食べれますので、詳細の方ちょっと罪お願いします。はい、12月もう27日から、はい、もうすぐ食べれるようになります。で、文字屋宮迫、五反田の宮迫と、はい、あと月島の文字屋宮迫と、あと系列店の文字屋さんでも食べることができます。はい、6個495円、はい、安いです。宮迫価格ですよね、これ。そうですね、牛宮城で出してるのは、ちょっと牛 100% のものなので、和牛餃子、はい、はい、コストはかかるんですけども、ちょっとは食べていただきたいなと。宮迫も盛り上げたいし、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、牛宮城の予約が取れないっていう方もちょっと牛宮城の味を堪能できるということで、はい、ぜひ食べてみてください。はい、あとたこ焼きももちろん美味しいので、はい、もんじゃも美味しいので、無料ですからね、はい、たこ焼き無料、もんじゃマジでうまいので、ぜひ食べに来てください。はい、よろしくお願いします。マジでうまいです。はい、やけど注意、肉汁すごい。あ、そうですね、はい、来てね。あ、もう大丈夫です。何やねん。ミュージカルやからめっちゃ声出した。宮迫さん入りまーす。お願いしま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 す。ミュージカルから発声練習。いや、人はちょっと特殊な特殊なオペラの方。お願いします。あ、お願いします。お願いします。お願いします。頑張るわ。だ、結構、はい、結構出番ありますよ。え、嘘。はい、宮迫さん多分1時間ぐらい出るんじゃないですか。いや、わかんない。でも1時間ぐらいあるよね。結構ゲストさんのコーナー長い。長いですよ。聞いてる話おやおや。今日はですね、実は、はい、宮迫さんがね、はい、テレビに出なくなった頃に、はい、1回お誘いしたミュージカル。ミュージカル、はい、そんな誘いあったっけ。ぜひミュージカルにって言ったら、いや俺はもうそういうあれじゃないんだよ今はっていうふうに断られたりしまったんですが、あったっけそんな。ありました、ありました、ありました。一日だけでいいのでゲストで出ていただけないかなと思いまして。生涯やったことないですよ、ミュージカル。一回もないですよ。いや、絶対ちょっと体験してたんです。いや、ちょっとマジで。いや、出るのはええねんけど緊張するな。ちょっとマジで頑張りますわ。お願いします。はい、急遽ですが、ミュージカルに出ることになりました。おー、すごい。いってらっしゃい。ミュージカル、いってらっしゃい。いってらっしゃい。覚えてますよ、彼。うちのお店の地下のハイボールバーのところで、後で呼んで、こいつ器用貧乏で売れないんですよね。覚えてる。器用貧乏の沢田と申します。器用貧乏のゲストコーナー結構担当するんで一緒に絡ませていただきます。でもいまいち分かってないね。ゲストコーナーってどれぐらい。1時間ぐらい。嘘でしょ。その作品の中に散りばめられてまして、あとね、あれ終わった後もちょっと終わった後全然聞いてないけど、終わった後皆さんがデザートを食べてコーヒーとか飲んでる間に、なんかアフターパフォーマンス的な。アフターパフォーマンス、はい、お願いします。全然聞いてないねんけど。お願いします。なんとかなのか。お願いします。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ、稽古始まります。よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。お願いします。好きなって暴れちゃってください。はい、一番ヒーローはいつも暴れてます。はい、お願いします。お願いします。まあ、何でもいい。
三箇所入って、結構がっつり、がっつり、はい、3分間ぐらい、はい、お時間があって、はい、もうフリータイム。フリータイム。一応堀江さんも同じステージにいるので、はい、まあ、堀江さんとのトークでもいいですし、はいはい、お一人で何かやっていただくのもいいですし、はい、一応キャストが何人かいるので、まあ、いじってもらってもいいですし、何でも OK です。何でも OK、 はい、すごい。俺、宮迫さんじゃない？どうも、宮迫です。エビ、入ってもらえなさい。はい、どうぞお入りください。失礼します。すみません、失礼します。あ、すみません。あら、久しぶりじゃないですか。久しぶり。近所まで来たからすごい。すごい。今日のところはお一人願いますか？何やねん。マジで？え？受ける？すごい。すごいんだよ。おじさん、すごいんだよ。すごいね。何なんですか今の。何のシーン。楽しいなと思う。あんな感じです。あって最後終演後に歌ってもらう。オッケーです。ただただ楽しい。昼あとはあのなんか適当にご飯とか食べてとか。ありがとうございます。演技してる堀江門さん初めて見ました。ちゃんとやってるんですけど一応。いやいや、すごかった。踊ってましたもんね。踊ってたし、 めっちゃ声出てた。はい、いや、まだまだです。こんばんは。はい、喉が、喉をちょっと休めてますんで。めっちゃ楽しみです。マジで、あ、お願いします。おでも本当に面白いと思います。普通に久しぶりにあんな女の子に囲まれて楽しなって思った。すごかったですね。ハーレムでしたね。いや、めちゃくちゃ面白かったです。ちょっとあの楽しませていただきます。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。意気込みとかやっぱ聞きたいなって。あ、ちょっともうちょっと本番前なので。どういう思いでこのステージに立たれてるのか。本命うるさな。本番前にややこしく出てこない。緊張してんねん。これ10分前です、会場。え、緊張さすな。大丈夫、完璧に歌ってたじゃないですか。導入怖いわ。さよなら、さよなら、さよなら、一番大切。ちょっとゆっくりやな。入りの音程、緊張で、なんか大丈夫かな。あと10分に会場で。おい、やめろ。ああ、緊張した。みんなすごいお金払ってきてるんですよね。はい、やめろ、緊張した。大丈夫です、大丈夫です。失敗した。急に走って履けていこうかな。それはそれでめちゃめちゃおもろいっすからね。お客さん喜びますよ。金返せよ。ゲスト逃げた。ちょっと緊張してきましたけど。もうすぐ会場。いやいや、もう僕あの一本本番終わりましたからね。そうかそうか。はい、配信用の本番を終わってたんです。はいはいはい、これさんはもう緊張されないですか？しますよ。僕一番こういうの緊張しますよ。なんか普通になんかこういう撮影とか、あのなんかドキュメンタリーっぽいやつは全然どうでもいいんですけど。あのだから、俺もあの歌うの本当緊張すんのよ。うん。
昔からそう言いますよね、皆さん。そうですよ、逆に歌の方が流れに乗ってるんで全然平気なんですけど、ね、あそうか、なんか芝居だから、芝居なんかこうセリフ大事なところ噛んじゃダメだなとか、あそういう時の方がむしろ緊張しますね。僕割とその動きがあるというよりはどっちかっていうと静かな芝居で最後泣かせて終わるみたいなところはね、これ絶対間違えられないんですよ。なるほどね、うん、いや逆に芝居の方が緊張せえねん、不思議なことに。だから、まあ、それはほらやっぱりあれじゃないですか、ネタ覚えてるからでしょ、漫才のネタみたいな覚えてるじゃないですか、まあまあ、それがもう普通なんで、それが一番本職というかそれに近いですもんね。極端な話、あのアドリブでごまかすことができる。ああ確かに。ただ歌ってもう決まってるから、はいはいはい、特に今日のあのリメンバーとか導入が難しいよね。そうですね、あでもバッチリでしょ、いけてた、はい、でもあの音程間違うのよ、入りの出だしがね、まあ、ごまかすけど頑張ってください、頑張りますよ。まあ本番前に、あと本番前に、はいはいはい、ちょっとお願いと言いますか、はい、今度、はい、宮迫デスチャンネルであのみたいなのをしようと思って。そんなのやるんすか。そうそうそう、やった、確保こんなあっさりよし、じゃあ話は早い方がいいですよね本番頑張る、ありがとうございます、頑張りください、はい、ありがとうございます、期待してます。はい、いややめて緊張が素敵な漫才食卓を囲んだら実際ステージどうでしたか。ステージ楽しい、楽しい、すごくいい日、二幕も頑張りましょう、頑張りましょう、はい、それで無理があんだろう。いやまだまだいけるのにな。キスシーンとかベッドシーンないからそんなの。で宮迫は何しに来たの。俺、いやあの時間が開くからなんかつなげって言われて。あ何してくれんの。なんか喋ろうかなと思って、いや、さっき上で隣の人にアルマンドをいただいたのでちょっと今日もらってますけど大丈夫ですか。大丈夫だよ、気を引き締めてください。こうやってこうやってギューンとこう引き締めてください。ありがとうございます。よっ、素敵な時間だったね、やっぱさすがだね。さすがだよ、ありがとうね。なかなか難しいね
すんごい。いらっしゃいませ。マジで？マジで？ウケる。ウケる。すごい。すんごいんだから。おじさんすごいんだから。本当に？あ、おお姉ちゃん、お姉ちゃん暇してるんだ、こっちおいで。おじさんすごいんだから。セカラー！すんごいんだから。ちょっとバーテンさん。この店はセクハラを容認するん。マジで？マジで？ウケる。すんごいっつってんだろ。お客様、何？困りますよ。何が？すんごいんだから俺。マジで？マジで？ウケる。ね。すごい。すんごいっつってんだろ。今日のところはお引き取り願いますか。なんでや。この間寒いな思ったら、まあ、なんや。寒いな思ったら朝立ちで布団持ち上がってたわ。はあ、すごいんだから。なんてこと。普段もう巻いとるからな、長すぎて。なんてこと。もう形に出したらブルーンになってバーンになる。すごいです。全顔面バーンになるから、すんごいんだから、すごいです。もうちょっとおろかな。あ、いやいや、映像に残らないと思って何でも言ってよじゃないですか。あ、そうなんだ。あかんのか。はい。あ、ほんまか。すみません。すんごいんだから。ああ、もう脱出したのかな。いや、あかんわ。女性問題シビアです。女性問題シビアですからね。せやな。知ってる？いろいろあったから。ありがとうございます。に歌っていただくのが2曲ということになっておりまして、なんとですね、劇中にヒロインケイトと、青年スクルージが歌っておりました、はい、リメンバーという曲をまず宮里さんに1曲歌っていただく、はい、そうなんです、歌ったことはないのでドキドキしてますけどそして持ち曲を1曲歌っていただけるということでございますので、ありがとうございます。皆さん知っているところですか、闇営業の時に有名な曲でもありますし、社会柔道のテーマ曲でもあります。なるほど、なるほど。さよなら、一番大切な人、久しぶりへと笑えるように我が曲を噛んでしまった。ちょっと気持ちよくなりすぎて、ちょっと歌詞から見放しすぎたな。パニックって思った。あ、そうだ。くそー。結果盛り上がりましたからね。まあまあまあ、湧いてましたよ、会場。さすがのあれでしたよ、歌唱力でしたよ。くそー。噛んでも本当に、楽しかったです。来年ディナーショーやりたいと思います。宮迫さんが、はい、したい。やりたいと思います。やります、来年ディナーショー。はい、なるほど。ちょっといろいろもちろんこの回もいっぱいスポンサーさんがいて成立する回なので、ちょっとそういうとこも募りながら、ちゃんと成立する、赤字にならないようなディナーショーを
やりたいと思いますので。おお、宣言しましたね。その際はぜひ皆さん絶対に来てください。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございま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 す。我が歌を噛んでしまった。まあまあいいじゃないですか。歌を噛んでしまった。ライブのいいとこですね。で、その2階席があるからこのままではあかんと思ってこう向いてしまったら、確かに確かに歌詞が飛ぶという。絶対ミュージカルでは飛んじゃいけないですね。気持ちよかったです本当に。いやでもよかったです。あのステージ張り出したんで2階席からめっちゃよく見えるんですよね。あれ、いや、あの2階席に知り合いが来てたんで俺合間見てたけど、いや、いいですね、うん、もう完全にこのパッケージパクらしてもらって来年ちょっとディナーショーやろうと思ってます。あ、やってくださいよぜひ。はい、うん、お願いします。あの完全でパッケージやるといいかもしれないです。へー、ただね、ここね、はい、電源がね、電源車入れてます今回。外にはあるもんね。うん、外にあるの。あれすごい金かかるよね。いやでもまあ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 そんな、まあそこまででもないです。ちょっとあの俺らができる範囲の、うん、ミュージカルじゃないかもしれないけど何かしかディナーショーは来年絶対、はい、うん、面白そうですね。やりましょう、面白そう。なんか、はい、笑いありね、歌ありの、なんか、はい、あの吉本新喜劇のなんかかっこいい版みたいな。あ、ちょっと吉本って言うんですか。すいません。あ、そうですね。まだ あ、ね、あの、まだ健全ではないかもしれないけど。あの、まあでも今日は本当にあの、すんげえ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当良かったです。今後と、今後ともよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。今後ね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。負けそうな